おはようございます。さあ、開店直前のお時間でございます。いつものように一般入場からのスタートいきましょう。リゼロエヴァリゼロ、今日はですね、趣向を変えてですね、とんでもない台に座ってみようかなと。それがこちら TOKIO でございますね。ずっと見てたんだけど、挙動的に徐々に良くなってんじゃないかと、遊べる仕様になりつつあるんじゃないかというふうに考えておりまして、順番に行こうか。角に角さんって状況次第で行こう。17875。さあ、今回も始まりました、沖光改造プロジェクトガチプレイヤーへの道。このパチンコパチスローのこう映像メディア出るようになってから相当時間も経過しまして、現場の数でいうと数百どころか千は超えてんじゃないかなと。朝一からいきなり羽に座ったのを撮るっていうことは初めてでございます。果たしてどういう展開になるのか全く分かりませんけれども、打っていきたいと思います。よろしくどうぞお願いします。これはどれぐらい泣けばいいんだろうか分かんないね。昔はね、すげえ打ってた時期あったんで、なんか覚えたりもしてたんですけど。スペシャル惜しい。もちろん僕は世代的にですね、初めて打ったパチンコは羽物なわけで、西陣のベースボールという台ですね。そこから始まって、当然のことながらビッグシューターの黄金期に入って、ああダメ、まあ100機種ぐらい打ちましたよ羽物当時ね、はい、琵琶湖タワーっていうね遊園地があったんですけど、そこで僕アルバイトしてまして、日当っていうんですよ、お金確かね3000円か4000円もらえたんですね、高校生の時でしたけど。それをね持ってね、琵琶湖タワーと家の間にあるパチンコ屋さんにスーッと行ってね、売ってましたよ。毎週売ってました僕は。ザ青春だよね本当に。スペシャル、よし来ました。さあ10ラウンド行こう。これでしょ、2V1。うわ、あっさり5ラウンドか。まあいいでしょう。弾がですね430か、430。うわースペシャル、うわーいしょ、来た、ダブった、ダブあざす、お相棒でございます。 まずは3より上じゃなきゃダメだよ。アップ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 、よし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 、ドレン1次連、よし、おはようもんでございます。やりました、なんとなんとドレンで10ラウンド。おお、懐かしいね。うわー、沢田研二、これザ・ベスト10でいつも見てましたよ俺。これちゃんと説明しますね、思い出したわ、説明をしてなかった、ゲーム性の、うん、1G 編とかっつったけど。おい、ダブった、おい、3つ入ったけど、おいしょ、1個スペシャル、あーダメ。これ見てる人どう思うんだろう、本当に面白いね。まあ僕はこういう台はマジ10時間ぐらい平気で打てますからね、この状態のまま。
そこそこ期待値稼げるかもって 思ったらもう最後ですよ僕が。これは手っ取り早い勝負をね、なんつうんだろう、好きな人には、新井大が好きな人にはもう全く打てないだろうね。プラスマイナス数百発をずっと繰り返したりする台だからね。そこにこう勝負のコクがあって面白いんだけどな。おもろい。スペシャル来ただろ。あー来ない。ほらさっき1回転で当たった直後、今32回転でしょ、うん、履歴を26、111、21、16、17、13、33。あれ思ったよりハマってないな。普通の店っていうかね、他の店だとね50、60ハマるの当たり前なんですよね。こうその代わりよく泣くとかそんな感じなんですけど。18、皆さん18だそうです。平均18泣き。今も53いってんすけど、ただこうやって50、60ハマることもあるんでね、もちろん。マジかよ。やっとやっと、これが3分の1で3ラウンドなんですよ。残り3分の2で3ラウンド以外なんですよ。はい、そう、危ない。でこれ2分の1で5ラウンドと10ラウンド。10がいいな、10がいい。よし、よしよしよし、あざす。危ねえ。81回転、1回転じゃねえや、81。この TOKIO って打ったのを作詞糸井重里さんなんですよ。そう、こう書いてあって思い出したわ。昔はね、初代 TOKIO だっけな、タワー止め攻略法っていうのねございまして、この TOKIO のタワーの、東京タワーの役物をこう止めることで無限連チャンさせるみたいなね、そういうやり方みたいのあった記憶があります。昔は本当パチンコパチスロはもう攻略法の宝庫でしたからね。いわゆるこうバグを探して そこにつけ込んで出玉増やすみたいな合法でね。僕は基本攻略法とは縁がないからほとんどやったことないですね。あ、やべえ、ライバル現るじゃん。ちょっとやめます、隣にします。もう一回泣いて、こんなん20分の1ぐらいでやっぱ当たってくんないと。投資が625発、回収が358。この台の状況が芳しくなかったらもうあのデジパチ行きます、もちろんですけど。多分身長150センチぐらいの人あのねターゲットに、要は昔の日本人なのよ。申し訳ないけどさ、俺ブーツ込みで180なんだわ。あざす。3超えろ、ここ3超えろよ。3分の1で超える、3分の1。ダメだよ、ダメだよ、ダメダメだっちょ。そう、正解正解。あー、あっさり5ラウンド、はい、5ラウンドゲット、3回転です。はい、ごっつあんです。モーニングゲットでございました。ビッグシューターで2チャッカーで一発も入んなかったらもう心臓締め付けられるぐらいの気持ちで打ってましたけど、高校生の頃は。もう正直今何とも思わないですね。何とも思わないです。これを人間の成長というんでしょうか、それとも退化っていうんでしょうか。はい、来た、癖よし、癖よし、ほら癖よし。そろそろ3ラウンド来そうだね。あー、セーフか、セーフだ。あー、5か。
これね、ここでこうキュッて止まったりするんだけど、あそこでもう調整してっすよ、5か10か。だから納得です。平均が5なんでいいです、いいです。ほら3のあと6だもん。こういうのが続いたら、あ、癖がいいんだって思います、本当に。1個ちょっと話すことありましたわ。12月の6日ですね、忘れもしない。メーラーね、 Mac のメールソフトを立ち上げて、たまに仕事の連絡いまだにメールで来る人もいるから、それのチェックのためにメーラー立ち上げてメールチェックしたっす。全然メールがこう送受信できない状況になって思って、クセスゴ叫んだものだよ。ソネットの有料会員になってまして、 PC のことでなんかトラブったらもうそこに電話をするって決めてまして、あ、お客様、本日12月6日の何時をもちまして、もうあの対応しなくなっちゃったんですよ、サポートしませんみたいになったっぽくって、メールをもしまだ、叫んなこの台、メールをそのまんま、これ羽物うちだから普通に話すの無理だよ、多分聖徳太子でも無理。そのエピソードで何を思ったかって、あ、いよいよ家庭用 PC、 パーソナルコンピューターの時代は終わりを迎えようとしてるんだなって思ったわけ。これ結構感慨深いというか、なんだろう、長い歴史、 PC ガジェットの歴史を、僕はアップルがアップルっていうマイコンを作り出した頃から僕はマイコンのことをちょっとは知ってたんで、なんつうんだろう、マイコンからさパソコンになってさ、で最終的にスマートフォンになってっていう時代、この50年ぐらいのね、 4,50 年の時代をこうなんか振り返るというか、その Mac のメーラーがさ使えなくなるなんて夢にも思わなかったからさ、あまりにショックでちょっと切ない出来事でした。はい、ありがとうございます。ダメだな、もうやっぱり結局遊び代か、全部20分の1とかで当たってくれたらマジでお宝代だと思ったけど、そんな甘くはないわ。というわけでこの上皿でやめます。さあ遊びはここまでですよ皆さん。これメリハリあんのかな、波で行くならこれか。926ターン、907ターン、あ、もうこれだな、これしかね。これいつもサスさんに怒られるんですけど、また他の番組で結構大連チャンさせちゃいまして、改造プロジェクトとパチリゼロはもう相性が悪いんだなと、もうそれしか思わないですけど、しょうがないよね、自分でできないんだもん。目標100回転以内にバレプラス大当たり、おいしょ、一発目、はい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 、ミニレム動かず、いいことこれ、あれ行くよね、さあ来るよ、あれ M が来ないってどういうこと、紫鬼だよ、はい、鬼がかるよね、はい、来ました来ました、もう告知入っとこう、告知、あー紫の鬼か、ウルガルムの星4、告知ランプがつかない、はい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 、鬼族、当たっちゃってくれ、お願いします、あ、一発目の鬼がかりガセ、あー
朝一19回転、はいはいはい、ちょっとあの全体的に鬼がかり演出以外は弱かったです。この前3万発買ったんだけどな、スーって買ったんだけどね、4連プラス21連か。隣のね角台のオンジーがやめてんだよね、565で。波的にはね結構いいのよ、狙えるとこなのよ。ただこの台はこの台で跳ね返ったら結構出るよ、うん、ルーレットオークミニのコーナー、いやーやってまいりました、新たな試みルーレットオークミニでございます、はい、もうちょっとした話をしますよ今から。もうお題いきます。ラジオネームエリさん、 ERI さん、禁煙ありがとうございます。禁煙といえば私はアイコスとグロー、はい、ダブルで吸っておりますけれども、まあ、先週体調を崩した時に体調が良くなりだすと吸いたくはないのよ、全く吸いたくはないんだけど手持ち無沙汰ちょっと試してみるみたいな感じで、うわーやっぱあんま美味しくねえや、やっぱやめとこうっつって 4,5 時間経ったら、ひょっとしたらそろそろ美味しくなってんじゃねえのっつってちょろっと吸って、いややっぱまだダメだなっていうのを繰り返してるうちにちょこちょこ吸う状態に戻りつつあって、僕はねおそらくなんですけど僕の性格的にあもうやめようって思ったらいつでもやめれると思うんですよ。エリさんは禁煙しようと思ってるのですがこのお題について意見を聞きたいですっていう、禁煙しようってもう思ってるっていう時点でもうあんま禁煙できないのかなって、そういう人本当にやめれる人ってスッてやめますから、スッてね。僕は多分どっちかというとそっちのタイプなんで、何 SNS で禁煙始めましたとかも一切なくやめれるタイプだと思います。正直吸っても吸わなくてもそんな変わんないですよ、もう人生に。ただまあ間が持つっていうのと今んとこ吸ったら美味しいって思うことが多いんでね、特にそんなこう気合を入れるようなことじゃないんじゃないかなと思っております。このコーナーではですねお題を僕に話してほしいちょっとしたお題を随時募集しております。先月かな、笹さんがですねそのお題を募集してますっていうところを完全にカットしたんですよ。したらほとんど一通も来なかったっていう、ちょっと微笑ましかったんですけど、あのまだまだ全然募集しておりますんで YouTube のコメント欄にですね僕に話してほしいトークのお題、そして自分のラジオネーム、この両方をコメント欄に書いていただければなと思います。以上ルーレットオークミニのコーナーでした。ありがとうございました。ダメっすね、これでやめます。隣の台移動します。腹立つわ。そろそろお願いします。な今なおいおいおいちょっと待ってくれ君、なんだねその言葉は、そろそろお願いしますってなんだね、何をお願いするんだね、バレかい、当たりかい、それとも右打ちかい。皆さん僕がですねポールの有料店の条件の一つでお手洗いの水道蛇口から冬場はお湯が出るとか、男性の商用ユニット間にこうパーテーション的なのがついてる、そういった設備がないポールはお客さんはどうせ適当にあしらっときゃいいだろう。あ、バレました。あー豪華、1回ぐらい当たってくれよ、1回ぐらい当たってくれよ、足りなさすぎる今のところ。金色いった、ちょっとだけありがたし。
ここで手つなぐな。鬼がかり来ないよね。青緑金で、ああもう終わった。はい、でホールのね有料条件でそういうのがあると言ったんですけれども、よくよく考えたらこの実践しているお店にはですね2つともないんですね。このお店昔は商用ユニット間にパーテーションもあったし、お湯も出てたんです冬場は。それを2つともやめたと。それは何でかっていうと、ユニット間のパーテーションはそのパーテーションをユニットと勘違いするお客さんがいらっしゃると。つまりあのしちゃいけないところでしちゃうみたいな、ちょっとこう勘違いトラブルがあったらしいんです。だからこれはダメだっていうことで、取り外したと。でお湯に関してはですね、体をね洗う人が多数いらっしゃると、いらっしゃったと。それを聞いた時に僕はいやいやそんなわけないじゃんと。洗面台のとこでさ体を洗うんだよ。顔とか歯を磨く人はたまにいますよ。ただ体は洗わねえだろっていう話をしたら、いや違うんです、いわゆる広めの多目的トイレっていうのがねございますけれども、もちろんこのホールにも設置されてまして、鍵をかけちゃえば中で正直何やってるか分かんないわけじゃない、ホールの人は。そこでお背中をお流しになってたという話がですね、1件2件じゃなかったらしいんですよ。これが相当数あのそういうトラブルというか、違う使い方をされる方がいらっしゃったらしく、これはダメだよねってことで、お湯を出さなくなったという経緯を聞きまして、僕らの知らない事情というか知る由もない事情によってパーテーションなりお湯を使ってないホールさんもあるんだなっていうことを今回勉強させていただきました。本当にでもさ、これはあの普通の感覚だとやんないじゃんそんなこと、うん、やんないよ。いろんなことがあんだなと思いました、ホールの中ではね。いろいろちょっと話してる間にですね、ついに運命の分岐がやってまいりました。運命の一撃いきますよ、初玉。はい、これにてどうなるかな。うわー、残り4桁になりましたね。7万発あったんだってよ俺、初玉瞬間的にね。7万発がついに1万発割っちゃいました。はい、いやー参りました、本当に参りました。いよいよデジパチの大当たり0回の回が、はい、できました。ありがとうございます。今年は正直結構やられましたよ僕の中では。うわ、嫌なもん見ちゃったなあ。ちょっと待って、お芋なのに動いてる、あれ、お芋保留でミニレム動いたの初めてです。はい、おー、どうなるんだこれは、これはどうなるか。うーん、お芋はお芋なのかしら、赤までは行ったか。ミニネブ動いてるんで、まあ、一応期待はできると思うんですが、ちょっと半信半疑です。金金って来てるもんね。ただ天杯は2、保留が赤鬼だったらまあまあ期待していいんじゃないでしょうか。うわー、赤タイトル星4つ、金色、あれ青緑、うわー、ワンチャンでもあるけどね、ワンチャン。
お願いします。当たったもう言う、ここでおはえもーす。やりました、ラストのワンプッシュで当たりましたよ。ほい、何も言うことありません。いやー、お芋保留でミニレム動いたのは本当初めてだったから、とんでもない演出矛盾だったんですよね、僕の中では。1回ぐらい上がっとこうよ、1回たとえ駆け抜けでも1回ぐらい上がっとこうよ。赤ボタンお願いします。上がった上がった。これササディが言った通りならすんげー出るんすよ。飛行機の時間が間に合わなくなるみたいな、もう自然に任すだけです。はい、100分の1だどー、トータル100分の1だぞー。この 77% がダメなんだよな。一回工夫しよう。もうじゃあ左手で打ちます。なんか納得なんだよな。ういうい、一回当たってくれたらマジで出ると思うんだけど、この一回なんだよね本当に。笹さんの予言が的中するかしないか。うい、はい、死んだ。はい、もうカメラのあのカメラ見てコメントとかをもうバカバカしいんでしません。はい、一発も打たずにやめます。さよなら。2戦終了でございます。最後すごかったね、あわよくばって感じでしたけど、ソトシ18,75発、回収2,904、現金ベースでいうと約32,000弱がマイナス、はい。2023年の実戦はこれにて終了でございます。来年からはおそらく、まあ、打てるならリゼロ2打ちたいなと思いますが、ちょっともうリゼロは正直もういいんだけど、いいんだけど打てちゃうんだよ、このお店の RE0 がさ。朝一に呼吸を行ったのはまあまあご愛嬌というか、ちょっと流れ変えるためのあったんで、ということで次回以降は日を変えてですね、はい、5じゃない日に始めたいと思います。すべてゼロベースで新たな気持ちでねやりたいと思います。というわけで今回はここまで。もう元気もないです。唯一プラス材料はこのキャラバン、この出張、昨日今日の無事に終えられたんですよ。はい、ありがとうございます。はい、次回以降もよろしくどうぞお願いします。さようなら、ありがとうございました。